はい、ということで皆さんどうも、たかぴこです。動画のタイトルにもある通り、僕が初めて買った、ソニーのミラーレスカメラ6400を売りましたので、まあ、思い入れのあるカメラなので動画にしようかなと思いました。まあ、僕が6400を手放した理由をね、お話ししていこうかなと思います。それではやっていきましょう。ソニーのアルファ6400というカメラね、僕が初めて買ったカメラです。過去の動画を振り返るとね、いろんな動画を6400で撮りました。本当にカメラの使い方も何もわからないまま、露出だったりホワイトバランスとかもうバラバラで恥ずかしいなって思いますけど、まあ、このカメラでたくさんの思い出たちをね、残してきました。なぜ僕が6400を売ったかというと、僕が今メインで使ってるカメラ、撮影してるカメラなんですけど、 α7S3 というね、はい、カメラなんですけれども、まあシンプルに、6400の使用頻度が、激減したというところ、はい。そして一応カメラはね、はい、多く持っといて損はないんですけど、まあ僕がこう仕事でやっている、まあ、映像制作だったり、ね、写真の、まあ、案件とかですね、そういったものにこう対応できる、まあ、カメラを欲しいなと思いまして、まあ、単純に動画サブ機の、まあ、グレードアップというところと、まあ、写真案件に対する、まあ、機材ということでね、はい、今考えているところなんですけれども、まあでも結構ね、悩んだんですよ。正直6400でもいいんですけど、結構マニアックな話になってくると、そのこれはちょっと僕のこだわりな部分でもあるんですけど、今僕が使ってる 7S3 とレンズもソニーのカメラなんですよ。2470の、まあ、GM のレンズなんですけど、6400で今一応サブ機として動画、運用してるんですけど、レンズが僕純正のもの持ってないんですよね。APS-C のもの、サードパーティーのシグマとタムロンなんですよね。別に全然そのシグマとタムロンでも見劣りしない、まあ、映像美なんですけど、どうしてもこう手ブレ補正だったりとか、やっぱりこう純正のレンズの方が長けてると、まあ相性がいいということでね。あとは今 7S3 シリーズというか、まあ、割と新しめのカメラであれば、カラーサイエンスですね、まあ、クリエイティブルックであったりとか、まあ、CMOS センサーとか結構大幅に、まあ、内部構造というか変わったんですね。なのでそこをこう揃えたいなというところがありまして、なのでサブカメラ2台目のカメラを一新しようということでね、今めちゃくちゃ迷ってるところなんですよ。僕が今迷ってるのが α7-4 と、最近発売される FX30 で迷ってるんですよ。まあ、インスタとかでアンケートを今撮ってるんですけど、結構僅差でほぼほぼ合格みたいなところありまして、はい、ぜひ YouTube でね、この動画見られた方はどっちがいいよっていうことで、まあ、コメントいただければ嬉しいです。まあということでね、僕がこうして今映像クリエイターとしてやっているのはね、6400を買ったから、まあ、今の僕がいるということで、結構ね、本当に6400、まあいいカメラだったなと思います。本当に今僕がこう知る限り、結構6400使われてる方ね、今でも多いので、まあ、すごくいいカメラだなと思いますね。まあ、僕をこうカメラの世界に引き込んでくれた本当に素晴らしいエントリーモデルのカメラだったなと思います。まあ、今後さらにね、まあ、機材も含め僕の技術スキル、含めね、さらにランクアップしていけるように、ね、頑張っていきたいと思いますんで、また、カメラレンズ購入しましたら、まあ、動画にしようかなと思ってますので、まあ、僕の YouTube チャンネルね、作品もどんどん投稿していきますので、はい、また動画見てください。制作依頼もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。たかぴこでした。バイバイ。